こんにちは、ソナスクライブ林本です。今回は奥蹴りのコードチェンジを滑らかに行うコツを解説していきたいと思います。皆さんは伴奏の練習をするときに、まずコードを覚えてから、それからコードチェンジに取り掛かると思うんですけれども、やはりこのコードを移る瞬間、コードチェンジの瞬間が一番難儀するんじゃないでしょうか。コードチェンジのポイントは、左手を一瞬早く離して、その間に左手を動かしていくということです。今回はこうしたコツについて動画で解説していきますので、ぜひ皆さん滑らかのコードチェンジをマスターしていただければと思います。コードチェンジは複数の指を同時に動かすので一瞬で行うことは不可能です。ではどのようにするのかと言いますと、左手をコードの変わり目よりワンテンポ早めに離して、その間に次のコードに向けて指を動かしていきます。指を離している間も右手の動きは止めずに、そのまま離している開放弦の音を弾いてあげます。このような形です。最後の時に離して開放弦をそのまま弾いて、その間に次のコードへ。普通の曲のテンポで弾いてみます。このように開放弦による間を利用していくことが滑らかなコードチェンジのポイントになってきます。この開放弦の音は運指のみならず、サウンドの面でも非常に大事なものになってきます。この開放弦の音が入ることによって、ウクレレに弦楽器らしい大らかな風合いが生まれてきます。逆にこの音がなくなってしまうと、演奏がなんかこうせっかちだったりとか切迫したものになってしまって、なかなかウクレレのさらかな感じが出てきてくれません。また上手なプレイヤーを見ていると、難しい曲でもさも簡単そうに弾いているように見えると思います。この秘密は今日解説してきたように、左手をうまく離すポイントが、たくさん設けられているということですね。この間を、最大限活用して効率よく左手を動かしているので簡単そうに見えるというわけです。この左手を離す、その間にコードチェンジを行うというコンセプトは、難しいコードになっていけばなっていくほど非常に大事なものになってきますので、ぜひぜひ習得していただければと思います。このビデオの中で解説してきたポイントを守っていただければ、皆さんも必ず滑らかにコードチェンジができるようになると思いますので、ぜひ練習してみてほしいと思います。